はい、皆さんこんにちは、まあまあチャンネルです。今日の動画はですね、本水槽のね、水流のお話をしたいと思います。たまにね、水流どんな感じで作ってますかと質問があるので、うまく伝えられるかちょっとね、わかんないですけど、ちょっとね、一気に暗くなったこれで書きながらテコテコドンやっていきたいと思います。それで私の水流、右がね、ジェバオのこのボッコタイプ、ボッコタイプの水流と、左がベスタウェーブですね。ベスタウェーブの2つを使って水流を作っているんですけれども、その水流の方向といいますか、で、まあ、水流は人の水槽のね、レイアウトによってね、このライブロックの組み方によって流れがね、変わってくると思うので、私の水槽の私のレイアウトだったらこういう当て方をしてますよという動画でございます。そしてこれですね、こっちジェバオ、ボッコタイプ、こっちベスタウェーブで、どっちも完結運転でバッバッバッっていう完結運転でやっているんですけれども、ジェバオの方はそのまま直進ですね。直進で水流を作って、ベスタウェーブの方は顔をガラス面前の方に向けて、若干斜めかなでもほぼもう顔を前に向けて、どうやって表すの、前にガラスにぶち当ててるんですよね。だからもうどうやって表すのもう前にわかるかな、ガラス面にドーンとぶち当てて、多分その当たった水流がなんかまだらにいろんなところに行ってる感じですかね。わかるかな、わかるかな。こっちのベスタウェーブだけは頭を前にしてガラスにぶち当ててます。で、うちのライブロックはこういう、大体ですけどこういう感じに組んでいて、このやり方を、うちの水槽はですけど、このやり方でこう結構まんべんなく、この下にあるね、キノコだったりね、こうスタポだったりね、ウィスカーズだったりね、すごいこうなびいてくれてます。ちゃんとなびいてくれてます。ここ何やったの、ウネタケか、ウネタケあったり、こんな感じですかね。ちょっと分かりづらいかな、なんかね、水の流れとかが分かればいいんだけど、ちょっとハンナ白濁りするので、ハンナを入れながら水の動きをちょっと見てみましょうか。私の水槽、こっちがジェバオですね。ジェバオでほぼ直進で、ほぼ直進で作って、こっちベスタウェーブなんですけど、ちょっと今掃除したので少し上向いてますけど、顔はこっちを向いてて、こうガラスにぶち当てる感じですね。ぶち当てて当たった水圧が下にも流れてくるように。お、危ない、くっつきそうだ、これ後で離さないと。いい感じの流れを作っている感じですかね。わかるかな。ちょっとハンナを入れて白濁りさせて見てみましょう。めっちゃ汚れてる、汚いです。いや、ハンナですね。こっちがアップ CS、 バクテリアが眠ってる粉ですね。で、こちらがエンザイムコンプレックス。この液を粉と合わせることによってバクテリアが目覚めて、水をキラキラさせてくれたりね、苔が減ったりね、します。これ結構ね、白く濁るから、わかるかな、どうだろう、やってみないとわからない。私の水槽大体これを5杯です。何杯入れたっけ、まあ、いっか、こういう粉です。で、これキャップ1杯半か2杯ぐらい入れてます。よいしょ。で、これに飼育水を入れて使います。こんな感じですね。今飼育水を入れてきました。よし、じゃあちょっと水槽に、さあ行くぞ。
はい、まずはベスタウェーブですね。ハンナを入れていきます。下の方にね、このハンナのね、白いバクテリア剤がね、下の方にグワーンといっているのがわかるでしょうか。結構ね、いろんな方向にグワーンといってるような感じですね。さあ、行くぞ。はい、続きましてジェバオの方ですね、行ってみます。ジェバオの方は本当上の方にグロンと直進ですね。上の方にブワーンと流れて、ベスタウェーブで下の方にグワーンと行く感じですかね。もう一度ベスタウェーブの方でやってみます。下の方に行ってますね。これでね、全体的に循環してるかなと思います。はい、今日は水流の作り方の動画でしたが、水流はね、本当その人の水槽やね、こうサンゴの配置だったりね、その人それぞれでね、絶対これがいいっていうわけではないと思いますが、私のね、水槽ではね、このやり方で安定してるかなと思います。本当レイアウトもそうですけど、水流のね、流れの作り方もね、難しいですよね。私もいろいろ試して今に落ち着いてますけど、まだね、ちょっと納得のいかない部分もあったりしますね。これからね、ちょっとまたね、いろいろ考えたりもしていこうかなと思います。水流はね、ポンプで、ポンプの種類とかで変わってきたりもすると思いますしね。今日の動画はね、参考までに参考までにご覧ください。あ、この人はこういう感じで作ってるんだなっていう程度にご覧いただければなと思います。それでは今日はこの辺で、チャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエストを何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。